固着駅は2面3線の駅で、単式と島式が1つずつある駅となっており、電車が大幅に遅れた際には、固着、行きがたまにあります。固着駅はご覧の通り、新快速は通過します。停車するのは普通のみです。固着という駅名面白いですね。由来を調べてみましょう。するとどうやら、聖武天皇の直視説や、白川法皇、火山法皇、後醍醐天皇の五行説などがあるみたいですね。では、駅の歴史について紹介いたします。1900年、山陽鉄道が阿弥陀駅、現在の曽根駅と姫路駅の間に作りました。意外と古いですね。そして1906年、国有化され、1935年、現在の駅舎が竣工されました。つまり、87年前の駅舎が今も使われているということですね。そして1987年、JR 西日本の駅となりました。これが固着駅の主な歴史です。駅の近くには、小さなカフェがあります。古びていていいですね。そしてその隣には、自動販売機があります。今日はとても暑い日で、喉が渇いていました。そこにあるととてもありがたいです。駅のロータリーはこんな感じです。ロータリーと駅舎が組み合わさって、余計、ノスタルジックな感じが醸成されます。素晴らしいです。時刻表はこんな感じです。朝と夜は比較的、多めの15分に1本。日中時間帯10時から15時は30分に1本です。駅の周りには、古墳があったり、広場があったり、神社があったりします。路線図です。緑の券売機プラスは今年の8月31日18時をもって終了するそうです。さあ、今回は固着駅を紹介しました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。今回もご視聴してくださりありがとうございました。